ソフィア・リリスは、アメリカ合衆国の女優、ニューヨーク・ブルックリン出身、ホラー映画、IT、IT、それが見えたら、終わり、およびその続編、IT、It the End、それが見えたら、終わり、のベバリー・マーシュ役で知られている。また、ネットフリックスのドラマシリーズ、ノット ok では、超能力を持つ、ティーンウエイジャー役で主演を務めている。また、 HBO の心理スリラーミニシリーズシャープオブジェクツにも出演しており、エイミー・アダムスが演じるキャラクターの若き日を演じている。リリス・イン2018リリスは、2016年の映画三十七に出演して映画デビューを果たした。それ以前には、ライブ商用に撮影されていたジュリー・テイモア監督によるウィリアム・シェイクスピアの舞台作品真夏の夜の夢に、 脇役で出演していた。2017年には、スティーブン・キングの同名小説を映画化した、ホラー映画、IT、IT、それが見えたら、終わり。で、主人公の一人であるベバリー・マーシュ役で出演し、注目を集めた。アンディムス・ケエキ監督の、IT、IT、それが見えたら、終わり。2は、ジェイデン・マーテル、クィン・ウルフ・ハード、ワイアット・オレフ、ビル・スカルスガルド、 ジャック・ディラン・グレイザー、ジェレミー・レイ・テーラー、チョーズン・ジェイコブスも出演している。同年末、シーアのミュージックビデオ、サンタズ・カミング・フォー・アスで、クリステン・ベルト・ダックス・シェパードの子供の一人を演じた。2018年、リリスは、HBO のテレビミニシリーズ、シャープ・オブジェクツに出演し、エイミー・アダムスが演じたカミー・ユ・プリーカーの少女時代を演じた。2019年、 リリスは、ワーナーブラザースが映画化した、ナンシー・ドリュー・ザ・ヒドン・ステアケースで10代の少女探偵ナンシーを演じた。本作の評価は、賛否両論であったが、リリスの演技は称賛された。また、2019年には、IT、イット・ザ・エンド、それが見えたら、終わり。で、ベバリー・マーシュ役を再び演じた。2020年、リリスは、ドイツの童話。 ヘンゼルとグレーテルを再構築した、グレーテルヘンゼルでグレーテルを演じた。この映画は500万ドルの予算に対して、全世界で2200万ドルの興行収入を記録し、批評家からはおおむね好意的な評価を受け、そのほとんどが演技と映画撮影を称賛していた。翌月、リーリスは、ネットフリックスのオリジナルシリーズ、ノット OK で主役を演じた。同年末、 スルーブラッドとシックスフィートアンダーのクリエイターであるアラン・ボールの自主制作映画フランク、おじさんでポール・ベタニーと共演し2020年11月にアマゾンプライムでプレミア上映されたリーリスはクレア・マッカーシー監督のザ・バーニング・シーズンでナオミ・ワッツと共演することが決まっているまたビフォー・アイスリープにも出演する予定である2021年3月 リーリスがダンジョンズドラゴンズの映画化作品に出演することが発表された。ありがとうございます。